6、韓国で煽られる。4連覇を目指しながらも故障者続出でまさかの低迷が続くオリックスが、韓国でも自力 V 消滅と大きく取り上げられている。首位ソフトバンクに 16.5 ゲーム差をつけられて自力 V が消滅。現在は5位ながらも借金5でなんとか A クラス争いに踏みとどまっているが、怒涛の3連覇を成し遂げた昨年までの上昇軍団の見る影はない。韓国メディア、スポーツ朝鮮は、スーパーエースが去って自力 V 消滅と報じている。0勝3敗と苦しむ山下俊平太について、球速160キロの剛速球で主力投手として期待された未来のエースだが、一軍に定着できずに苦戦している。山本由伸、山崎福也の空白を埋めるには期待が大きすぎたとし、打撃面では打率1割9分2厘の頓宮を、昨季は首位打者を獲得したが、今年は打順8番に入るほど不振が深刻だとやり玉に挙げた。オリックスは3年連続で頂点に立ってソフトバンクの牙城を崩し、2022年には日本一トロフィーを手にしたが、吉田正尚、山本、山崎が離脱して戦力の弱体化は避けられなかった。山下、頓宮の不振が残念でならないと現状を察している。大きなお世話だ。山本がいなくなるだけで、こんなにひどくなるのか。打線は水物だから仕方ないよ。さらに投稿打低だからね。選手の大半が不調、故障、体調不良者だから、これでは中島監督も頭が痛いわな。中島じっくんぬん以前の問題。この時期の借金後で自力 V 消滅は、オリックスがどうのこうのっていうよりソフトバンクが強すぎるだけだよ。この時期で自力 V 消滅の報道する意味ある？少し差が縮まれば復活するけど。まあ優勝は無理でしょうけど。優勝がソフトバンク以外どこも厳しいが、CS で下克上は狙えるから切り替えてるだろうな、すでに。吉田いなくても優勝、山本いないと低迷。やはり野球はピッチャーか。主力が抜けて弱体化はその通りだと思うが、今一軍でプレイする選手は自身の責任と不甲斐なさをしっかり自覚してほしい。ポスティングに FA、昔と違って選手が流出しやすくなったから戦力維持が難しいよな。また数年後に育成して連覇したら、いいじゃないか。